皆さんこんにちは、安さんでございます。約1ヶ月前ですね、我が家のリフォームを行いました。はい、今回はですね、リフォームの様子を動画にまとめてみました。それではどうぞ。さあ、今日でね、最後のお風呂になります。はい、こうやってね、下に行くとね、ちょっとあのタイルの汚れがね気になりますけど、まあ、これがどうなるか、はい、楽しみですね。皆様おはようございます、安さんでございます。いよいよですね、本日から我が家のリフォーム工事が始まります。まずですね、最初の4日間でお風呂をね、工事をするということでございます。今日はですね、解体工事と土間打ちのね、工事をするということでございます。さあ、どんな風にね、我が家のお風呂が生まれ変わるのでしょうか。はい、1日目の工事が終了しました。はい、こんな感じになりました。すごいね、もう見る影もないね、という感じでございますね。ユニットバスになるのでね、床も張ってちょっと壁も、もうタイルもね、全部もうなくなっちゃいましたね。上見てみましょう、天井。おー、すげえな。はい、というような感じでございます。リフォーム工事2日目終了いたしました。本日は昨日の浴室、こちらをね、土間打ちを今日していただきましたんでね、もういよいよ明日はユニットバスが入るということでございます。すごいね、めっちゃ綺麗になりましたね。これね、まだね、モルタル打ってすぐなんで、今入っちゃうとね、足跡ついちゃいます。おはようございます。リフォーム工事3日目の朝でございます。はい、昨日ね、浴室の土間工事やっていただきました。もう乾いてるかな？で、今日はこちらにユニットバスが納品されます。さあ、どんな感じになるでしょうか。楽しみです。リフォーム工事4日目でございます。はい、いよいよ浴室のユニットバスが完成しました。じゃあ開けてみますね。じゃーん。じゃあね、リクシルの新しいユニットバスのリディアでございます。はい、こんな感じでね。はい、とってもおしゃれな仕上がりになりましたね。はい、というような感じでございます。2m ぐらいね。うん。この辺の天気は分かんない。